こんにちは、住吉たまきです。今日はこの新作のものと今すでに持っているキャンメイクのものだけを使ってメイクしようと思ったんですけれども、途中でトラブルが発生してしまったので1個だけ間違えちゃったよ、ごめんね、縛りメイクでいきたいと思います。まずはこのピーチピンクのフェイスパウダーを塗っていきます。細かくパールが入っていてこんな感じですね。ちょっとピンクで血色感が出るようになります。なんですけれども、ちょっと私塗りすぎてしまって顔だけが白く浮いてしまう状態になってしまったので、今度使うときはブラシにとって軽くのせていくようにしたいなと思ってます。でもね、これでもなじませたらちゃんとね、しっかり後でなじんだので、なじませれば大丈夫かもしれないです。マシュマロフィニッシュパウダーと比べるとちょっとピンクなのがわかると思います。はい、そして次はパウダリーブローペンシル01番を使って眉毛を描いていきます。ふんわり眉毛を描く感じで、眉尻だけ描いていきます。眉頭描いちゃうとちょっとね、シャキーンって感じになっちゃうので、最近私は眉尻だけ描くようにしてます。そしてこのキャンメイクのミックスアイブロー02番の真ん中の色と一番後ろ色を使って眉尻を埋めていきます。そして今度は一番薄い色だけを取って眉頭に埋めていきます。眉毛の真ん中をぼかします。はい、そして次がこのカラーチェンジアイブロウ03番眉マスカラをしていきます。まずは眉毛の流れに逆らって塗って、で後で整えます。次はこのキャンメイクパーフェクトスタイリストアイズ11番の左上の色を眉下に塗っていきます。それが終わったら今度は新作のこのアイライナーを使っていきます。ローズグレーという色で、すごく綺麗な色でした。見るとね、ちょっと紫にも見えたりとか、光によって全然違いますね。で、3色あって、私は01番のローズグレーにしたんですけれども、これアイシャドウとしても使えるんですよ。で、今回は私はアイシャドウとして使いました。一応使い方は、上まぶたにお好みの幅でアイラインを引き、指で優しく広げるということだったんですけど、私の場合ちょっと二重幅が広いからなのかわかんないんですが、アイラインだけだとちょっと広い範囲に広がらなかったので、普通に軽く塗っちゃいました。で、指で後から広げました。今度は下まぶた2分の1にラインを引いて綿棒などでぼかします。私はブラシを使いました。はい、これですね、キャンメイクの縛りメイクにならなかった理由。本当はキャンメイクのストロングアイライナーの02番のブラウンを使おうと思ったんですけれども、間違えて、なんでかわかんないんですけど、ラブライナーを使ってました。ラブライナー好きだからかな。はい、そしてさっきのパーフェクトスタイリストアイズの真ん中の色を涙袋に塗っていきます。これでアイメイクはあとマスカラだけで完成です。で、次がグローフルールハイライター01番を使ってTゾーンを塗っていきます。で、今度は一番薄い色を使ってブラシを横に寝かせながらノーズシャドウを入れていきます。で、チークです。チークは本当に血色感を出すぐらいだけのためにちょろんと小鼻の脇ら辺にのせました。で、リップはステイオンバームルージュ12番を唇の内側に塗ってトントンさせてグラデリップを作ります。で、最後にブラウンのマスカラをして完成です。で、ちょっと動画は流れてるんですけど、この今回発売されたレディリッチライナーの01番、ピンクグレー、すごく可愛い色でアイシャドウとしても使えるし、あとはね、描き心地がすごく良かったです。スルスル描けるし、なのでアイライナーとしてもすごい使えると思います。冬っぽいですしね、メタリックで。あとは新作のフェイスパウダーの方なんですけど、すごいカバー力もあったし、あとは紫外線 SPF30PA++ で紫外線の対策もバッチリだと思うし、あとは美容成分も11種類配合されていて、結構お肌にも優しいかなと思いました。はい、ということで今回はキャンメイクの新作とキャンメイクの他のものだけを使ってメイクをしてみました。新作すごく綺麗な色だったので、ぜひ皆さんも試してみてください。では最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。